はいさーい、はいさーい。今日は前回の百均縛りで髪を切った浜さん今もうこっちもないやばいこれを今度は僕がガチでセットしてみようと。あのガチ勢らしいんですよ。学生時代ちょっとガチでやってたんで、担当職員にちょっと助けてあげたいなってなので今からセットしていきます。今はあれで10分ぐらいはちょっとドライヤーで軽く形作ったんで、今日多分笑い一切ないけど大丈夫かな。ただのハウツー。そう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 。あ、そう、これで中学生とか高校生の今からセットする人たちが参考にしてもらえればいいかなっていう。よし、じゃあいきますよ。はい、お願いします。はい、最初アイロンから入るんですけど、そもそもこのヘアカタログとか見てこの髪型にしてくださいっていうこの美容師に言うと思うんですけど、この髪切る人にこの髪型にしてくださいとか、まず無理なんで、美容師ができるのはそのカットまでなんで、その後のセットっていうのは自分の力でしかできないので、このドライヤーとアイロンの工程がちゃんとできないとカタログ通りのセットは絶対できないので。ああ、なるほどね。ワックスとかはあくまでもう後付けなので、本当にいかにこの最初で形が作れるのかっていうのが重要なんですよ。準備が大事だと。そう、前準備がとっても大事なので、じゃあ温まったんでいきますね。はい。で、今日基本なのがセットに一番大事な櫛を忘れるっていうトップからいきましょうね。トップってこのアタックじゃないですよ。つぶしの方からやっていきます。トップで聞いたらね、先代しか思いつかない。あ、確かに。普通はね、専門用語ですね。うん、トップからこのサイドにかけて、まずはまっすぐにストレートにしていくんですけど、はい、このアイロン作業するときにこの段取り、段を取るっていうんですけど、ここから取って上を止めてあげて、で、この下、ここから当ててあげないと本当はこの上の髪の毛も挟んじゃうんで、熱が中途半端に伝わって、綺麗な癖づけができないんですよ、アイロンで。部分を分けてやる。本当にそうです、ブロックを分けてやってあげるのが一番理想的ですね。なるほど。これで流し、どんどん減っていきます。ちなみにどうやって学んだんですか、そのやり方、技法というか。は、まあ、今流行る YouTube と、あとは独学ですよね、本当に。自分の髪質がどうなのかっていうのを本を見ながら調べたり、はい、まあ、髪の毛って剛毛と軟毛っていうのに一般的に分けられるんですけど、柔らかい髪の毛、いわゆる猫っ毛、猫みたいに柔らかい毛質の人と、はい、浜さんどっちかっていうと剛毛。そうですね、硬い。硬い。硬いし多い。そうそうそう、毛量があって、でも猫っ毛の人たちはセットしてもすぐワックスの重さでベタってなっちゃうんですよ。あ、ペタッて崩れちゃって、けどこの剛毛の人たちはそのワックスの力にも勝つんで、セットしやすくて、なおかつキープもしやすいんですよ。あ、セットしてしまえば強い。強いです、強いです。この癖を掴んでしまえば自分の髪の一番やりやすいですね、セットが。なるほど。雨の日でも崩れない。崩れにくいし、猫っ毛の人たちもちょっとの湿気ですぐペタッてなっちゃいますから。で、猫っ毛の人たちとこの剛毛の人たちによってもこのワックスの使い分けも大事だし、あ、もう製品自体が違う。もうこのワックスのこのセット力とかツヤとかそういうのも見ていくんで。なるほど。難しい。まあ、いろんな色があるなっていうのは知ってると僕も。そのコンビニとかで見る。はいはいはい。だけど何が違うのかなっていう。セット力と、まあ、ツヤとか、やっぱこのワックスの軽さとか重さとかもあるんで、髪につけた時の。今月のラッキーカラーに合わせたのか。そういうことだから。結構5色以上あります。あ、そう。浜さん、この前の2人がちょっとすごい個性的な髪型にしてしまっているので、はい、このセットするのがこのカメラから見てここに偏っちゃうんですけど、こっちの方が安いかな、カメラ的に。こんな感じで襟足、この後ろですね、後ろが今アイロンを内に巻いてます。今こういう、はい、内に内に女子大生以外でも内に巻くってあるんですか。ありますよ、だからこんな感じですね。あ、ありますね。ああいう感じっていうイメージを巻くと、はい、内に巻くとふわっとボリュームが出るんですよ、今度。で、外にやるとこの外跳ね、ふわってこの毛先が跳ねさすのもありなんですけど、こういう風に跳ねね。
今日は内巻き、今日は内巻きで、こっから見る感じがいいんだけど、うん、ね、こっち髪の毛ないからね。別人の向こう側髪の毛ないからね。別人ですね。あのベッドで朝起きて見たら違う人だったあこいつだったかみたいな、ああいう状況が起きる。本当にこっち髪の毛ないやばいんだよな。丸坊主ですもんね。こっちそうっすよね。だいたい1週間ぐらい経ってるんで、だいぶこう馴染みが良くなって、あ、これでも1週間なんですか。うん、1週間ぐらいです、ね、あの2人相当やったな。先般だな。やばいですね、人の髪の毛だった。遊び尽くして。いや楽しかったですね。僕もあの切ってほしいと思ってたんですよ。あ、そうなんですね。話をしたい、うん、僕の髪切りませんか企画でっていう持ちかけようとしてて、たまたま切るかってなったんで、ドンピシャだった、うん、タイミングがめっちゃ良くて、あんな感じで面白い動画を撮れたんで、100均で縛って、うん、100均で縛りました。今回は普通のあのスーパーさんの私物、私物を感電使用してアイロンでもう大体のイメージ、形を作って、はい、で、その形を固めるためのワックスと思ってもらえればいいと思うので、ワックスで全てはできないので、ちょっと熱かったら、ね、そのドライヤーとそのヘアアイロンは必須ってことですね。必須ですね。ちゃんとやるには髪が短いところのドライヤーだけでもいいんですけど、長い人たちはアイロンで癖付けした方がやりやすいと思います。でただこのまっすぐにするときに、なんて言ったらいいのかな、まっすぐするのを意識しすぎて、このフェイスラインっていうんですけど、ここね、こう人それぞれ内容があると思うんですけど、これからまっすぐこう浮かしちゃう人がいるんですよ。こう縦にね、まっすぐこうフェイスラインで沿わないで、はいはい、そうすると髪の毛が直毛みたいにピーンってなって、あ、こいつ始めたてだなっていうのが分かる。なるほど。自分の髪見ながらやっちゃって、結局こう伸ばしちゃって、スネオヘアみたいな、浮いてるっていう、そうそう、浮いてるのが馴染みが悪い、そうそうそう、なるほど。なのでする時はアイロンするときは、このフェイスラインに沿ってやってあげるとうまくなじみます、ね、それはちょっと巻くっていう、いわゆる巻くっていうか水平にこの自分のほっぺたに沿って、お土産に沿って、はいはいはい、こう沿ってもいいんですけど、はいはい、これでも今だいぶ形できてきてるんで、あとはこの形をより立体的にするためにワックスをつけるんですけど、やっぱり盛るっていうのが大事ですか。もう当時盛り盛りでしたね。盛り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 でしたね。当時写真がこちらです。本日3回目本日3回目あの対決の動画を撮ってたんですね。あ、そうそう、撮ってて今あのハロックさんが車壊れたっつってやばいっすよ、修理に持っていくって言って、秘宝なんだけど、その間にじゃあ完全ハウツ道路を撮ろうかっていうことで、今アイロン当ててこう内に巻いてふわふわにしてる状態ですね。もうこれでだいぶエアリーサができてるんで、襟足もね、ちょっと伝わらんかな、光問題が、そう、光問題がだいぶ空気入れ切れてるんで、これでワックスつけていけば、ちゃんとしたアットワックスをつけていけばいい感じに、で、サイドは流してます。これもちゃんとフェイスラインに沿ってるからこうできてるので、これをこうやってアイロン当てちゃうとスネオヘアの完成になるので、うん、さっき言ってたやつです、はい、で全体的にはここに流してるんですけど、ここは断崖絶壁っていうここが難しいですね。ここがここやばいな、やりようがないだろうっていう、そう、こんな感じかな。じゃあセット戻りますね。人の髪やるの難しくないですか。まず男の人はでも、あ、どうだろう、女の人とかやったことあるんですけど、女の人はもう時間かかりすぎて髪の毛多いし長いし、うん、ああそうかそうか、このさっき言ったこのブロック取り、はい、取って止めてアイロン、また取って止めてアイロン、何もやるから、はい、うん、男の人はわりかし似たような髪型になっちゃうんですけど、うん、まだ簡単な方ですね、うん、でワックスでも全て決まらないんで本当に、うん、もう言いたい、これはもう、うん、学生の皆さん、
いいワックス買ったからといってその髪型はできないですから。うん、この過程があって初めてかっこいい髪型ができますから。あ、なんか今いいこと言ってるのかチャラいこと言ってるのか準備が大事ってこと。何でも準備が大事です。意外と知られてないことですか。これはね、最初目先のことで取られがちで、うん、ワックスが高ければとか、あの人がこのワックス使ってるから俺もこれでなれるとかがあるんですけど、うん、全然そんなことないからっていう。なるほどね。よう言いたいのは、彼女にするのは中身だよってことですね。お違った。いや、合ってますよ。上っ面に左右されないでねっていうことで。そう、見た目だけじゃないよっていう、見た目だけじゃないよっていう準備がないですね。よっしゃ、ワックスいこうかな。いい感じですか。本当にここだけっていう。ああ、もうやらなくていい、むしろ。ちょっとどうにかなんだと思う。毎朝こうやって洗面台占拠したら怒られるんじゃないですか、家族から。あんた、早くしなさい。そうそう、よく言われる。学校が大事なの、髪型が大事なの。なるほど。言われたな。そんなしないでも大丈夫だよ、みたいな。ああ。でも、思春期の時はね、周りの目が気になりますからね。こういかにモテようかって考えてます。モテるか、そうそうそう、言ってますからね。みんな一緒ですよね。これやったらモテるわけじゃないですけど、印象はいいよねっていう。そうそうそう。やらないよりかはやった方がいい。やらないよりかは絶対やった方がいいですね。モテやすい。モテやすいし、なんか僕のイメージですけど、活発な男たちが寄ってきやすい。あのスポーティーな男の子たちが。ルイヤーとも思うよ。そう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 。うん、なんかほらサッカー部とかってなんか、うん、そんなイメージないですかね、うん、みんなこう、いいな、髪、前髪が長くて、うん、サラサラしてて、うん、これ浜さん何やってるのかなってずっと思ってる、うん、全然思わないです。たまにちょっとこう熱を感じるぐらいで。あ、ごめんなさい。いやいや、ちょっとあったかいなって、はい、そんだけで本当何が起こられてるか分かんないんで楽しみですね。くっつけるか、うん、前髪どうにかしたいな。前髪もなんかね、ワックスつけるときに、この自分が鏡で見えてる範囲ばっかりを意識しすぎて、うん、絶対よくあると思うんですけど、この学生の子たちとか、要するに浜さんが今鏡見ると、ここら辺しか見えてないじゃないですか、うん、このね、フロントね、うん、ここら辺がおろそかになってる子たちとかいるんですよ。ペタッてなってたりとか、はいはいはい、もしくは寝癖みたいな、うん、そこもちゃんとこう均等にできてる人は、なんかパッと目に留まりやすいですよね。うん、止まりやすくて、あ、ちゃんとセットしてると思って、それどうやって見るんですか。合わせ鏡、どうやって合わせ鏡もやりますし、うん、携帯とかで入れる。あ、今のことでもそれでもいいし、もうやってましたよ、僕とか。インカメでこうやって、終わったらこう鏡でこうなんかね、こうやってこうやりながら、あ、ここがダメだとか思いながら、必死かっていう。でもそれぐらいやって、うん、自分の思い通りの髪型ができたときは、うん、楽しかったですよね。うん、なのでこのモテたい人とか、うん、だってほら彼女行ってデート行って彼女がそんな髪型で来たらちょっと歩きにくいじゃないですか。確かに。彼女がなおさらこう化粧でバッチリこう可愛くしてきてるのに、うん、彼氏後ろ寝癖立ってるよってなると、うん、あらっていう。彼女に、可愛い彼女に見合う自分になろうという。そうそうそう。そうですね。そういうの大事ですよ、本当に。そういう努力は認められたことなんですからね。私とデートするためにこんなに頑張ってくれたんだっていうのポイントアップですよね。にはなると思いますよ。ただやりすぎると、うん、なんだこいつ。ライブ会場に行った方がいいんじゃないかっていう。これやって遅刻するぐらいだったら、そう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 、しない方がいい。これで遅刻しちゃうともう元も子もないからね。そうね。よし、ワックスつけましょうね。おお、ネクストステージに所属ですね。よし、違う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 。ワックスは、浜さん髪質がなんかいっぱい持ってきてるんですよ、今日いろんな、ね、なんかよくこんな感じ、うん、いろいろ、ほんと5個、6個みたいな、すごい。こんな感じ。これ今まで使ってたやつとか使ってきたやつとか、うん、新しく試そうかなと思って、こんな感じ でみんな知ってるワックスとかもあると思うんですけど、これとかね、いくらぐらいですか。1000円くらいですか。これは2500円とか、うんうん、まあまあいいやつ。そう、うん、まあ匂いが良かったりとかするんですけど、うん、今日は、そうだな、今日はこれ使いましたね。知ってる人は知ってるよね、これ。かわいいイラスト。アリミノっていうやつなんですけど。これ普通に買える。これも買えますか。ドン・キホーテとか、全然薬局とかでも、はい。で、これを、プクション。
そう、今カメラを、いやびっくりした今ハブの上に向いてるんですね。そうそう、今ハブと目が合ったっていう三脚がなくて、びっくりした今、うん、はい、そんなこともありましたハイサイらしい。そうそうそう、びっくりした今。でも最初のうちってワックスどれぐらい取るんだろうっていう、うん、量が最初はこれぐらい、うん、10円玉よりちょっと大きいぐらいかな。人差し指でペッて、そう、人差し指で取って、あ、またこれぐらい、うん、これぐらい取ってつけて、こことかでやっちゃう人いるんですけど、で全体なじませて、この指の間とかもね。あ、指の間も、やりますやります。指でこうかき上げるんで、それでバックからいきます。こうね、当たってるの分かると思うけど、バックからやって、うん、基本はバックから、バックから、そうですね、バックから始めて、もう最初は本当に大げさなんでシャンプーするぐらいの容量でいいと思うんですよ。こうガーって、うん、立てて、うん、かき上げで、その時ちょっと前髪とかはがっつりつけすぎると、あのお肌ベタベタになっちゃって荒れたりするんで、前髪は残して、最初こう立てたいところをワックスをつけるって意味でこうまんべんなくシャンプーするような感じで、頭皮は避けて、こうやってつけると後からこの動かしやすいんで、うん、毛の中間から先ぐらいまでつける。そうそうですね、中間よりちょっと下くらいから、本当にこの頭皮避ければ大丈夫なので、うん、こう頭持ってより沈む以外だったらいいかもしれない。そうそうですね、これガシッてやらなければいい。ああ、なるほど。で、こう、でももう全体的にやっても今サメみたいになってるんですけど、今度これをこう下ろしていくんですけど、あのラーメンに覚えてる感じ。そうそうそう、もうこのラーメン締めてるそうです、麺を、つけたやつ今整えて、そうそうそう、立てたやつを整えて、立てたやつを、うん、この立たしたいとこだけを残すようなイメージで、あ、他を落ち着かせていく、はい、おお、残す部分っていうのはどこを残す、よく言われてるのが、うん、ひし形トップ、あ、ダイヤモンド、あ、違うか、サイド、ね、このトップ、こうか、そうですね、このトップと、はい、トップ、サイド、このひし形を作ってあげると小顔効果があるみたいで、うん、で髪が長い人とかはこのもみあげありますよね、これをこのフェイスラインに沿わせてあげると、この顔の輪郭が隠れて小顔効果とか、なるほど、下げれるよと。そう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 、なので僕1月2月ぐらいハイサイ出てるときは隠してましたねこのお兄さん、そうでやってましたね。そうか、ひし形、ひし形ですね。やっぱりこの髪型も顔に合ってないと変ってこと。そうそう、さっきからよく出てきますよ。これがもし顔が重長、ちょっと縦に長い人とかだと、このトップは逆に押さえてあげないと、この全体的なフォルムが縦に見えるんで。なるほどね、大変動画になっちゃう。そう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 、その人に合った髪型っていうのは、自分の顔と髪質をまず一番最初に学んだ方がいいですよね。本とかに載ってるんで、よくあなたのこの髪型はこの剛毛なのか、髪型、髪質は剛毛なのか軟毛なのかとか、顔の形は面長なのかとか、卵型なのかとか、動画、この何ですか、丸顔なのかとか、はい、そういうのを見て、この髪型選んだりとか、顔の形別に分かれてたりするんで、あとワックスも自分の髪が硬いのとか柔らかいのとか調べてやると、このワックス何買った方がいいんだろうっていう、この選択肢にこう、あ、絞られてくると思うんで、お店に行ってあの悩まなくてもいいっていう。そうですね、逆にお店の人に聞くと、美容室とかだったら分かると思うんですけど、そこら辺の薬局だと絶対分からないんで、あ、見てから、見てからこれはいいよっていうのは絶対店員さん分かんないです、はい、美容室だと髪触って、あ、剛毛だからこのワックスがいいよとか、こっちが欲しいなここが欲しいな、欲しい欲しい、こっちがないよ、ここが欲しいな。いや、もう正直こっちめっちゃいい感じなんですよ。おおお、ギャップ萌えですね。ギャップ萌えギャップへこみか、長さもいい感じで、アレンジしやすいんだけどな、
足がないんで手でやるんですけど、こうやって逆毛とか入れてあげるとより立つっていう髪がね、エアリー、エアリーさを出すために、あと毛束とか、毛束、毛束とか出すためにやってあげると、スプレーで固めた時にそれこそファイナルファンタジーのクラウドになるっていう、毛束作りたい人たち、がっつりやりたい人たち、これでいいかな。トレードとかあるじゃないですか。はい、今はどういうのあるんですか。昔は、昔はもうがっつりメンズエッグですよ。渋谷109系オニケイファッション、前髪こうやってペッて上がって、この M 字バングとかわかるかな。ここをこうやって、こう真ん中になんか太い毛を一本持ってきて、え、 M ね、はいはいはい、こんな感じのが流行った時代でした。鶴瓶さんかな。あれは違う。あれは残り物でしょ。あとはそうだな、益若翼さんとかありますか。あの人の旦那さん、元旦那さん、梅ちゃんって言われて、梅田直樹とか、名前なきゃ、その人たちが、この先駆者ですね、パイオニア。ギャル王の新オニーケースの進化系バージョンですね、おしゃれ。とんがった靴履いてる人たち。あ、そうそう、なんかこいつ、ホストみたいな。マリさんのエリアだって。立つわ。現在進行形でエリアスの、あ、はい、ワイシャツのエリアを立てるから。まあ、やっぱ近くから遠くからですね、見た方がいいか、やっぱり、遠目で見て、このフォルムがおかしかったりすると、いいかな。で、これで、この形ができてるのは、ドライヤーとアイロンがあったからで、ドライヤーとアイロンの作業があったからで、前準備があったからこそ、今このできてる髪型なので、ワックスだけだとこうはいかない。いかないです、絶対いかないです。じゃあ次は、まあ、第2工程終了。第2工程終了ですね。エアアイロン、ドライヤー、ワックス、次ちょっと遊べるかな。違うが横から見たらめっちゃかっこいいっすよ。マジですか。出てこかない出てこないわ。国際通り行こうかな。違うわ。ちょっと違うですね。お、なんかブルーベリーですね。ああ、シャンプーしたら落ちる。落ちます。すげえ。これは今、青ですね。青ですね。青ですね。いろんな色は赤とか金とかシルバーとか。黒髪でも乗ってるんですよ、これが、実は。すげえ。なので、明るい髪だと、より入りやすいですね。金とかシルバーとか。この染めるときに、これよく脱色してからやるじゃないですか。黒髪って、忘れちゃった。色が3色入ってるんですよ、この黒にするために。ああ、色素が、色素が入ってて、3色入ってて、その色素を忘れたっていう。で、その色素を抜いていくと茶色になり、赤になり、黄色になり、最後白になるんですけど、だから次の色が入れるわけであって、黒髪でいきなり赤やってても絶対赤にならないですよ。コップに水がいっぱい入ってる状態で水足しても入らないわけで、一回髪の色を リセットしてやるから、色が飛ぶんで、染める人とかは絶対一回ブリーチしてから入れた方がですね。何結構話だったの。そういう人でも学生さんも週末とかで遊べるってこと。そう高速で染めれない人も。あ、そうマジでおすすめですよ、このカラーは。高いですけど、普通のワックスの半分以下の量で 2,3 倍の値段とかしたりするんですけど、おすすめですね。ちょっと目立てますね。目立ってなんぼですかね、学生は。学祭とかで、ああ、はい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 、やるといいかも。告白の確率が上がりますね、これで。でもこれで告白、青髪で告白されたらちょっとどうなのかなっていう。エヴァ好きだった
赤が良かったって言われて、アスカの方が良かったって言われて、言われた場合もでもシャンプーして落ちるんで、あ、そうそうそう、染め直してまた、はい、リベンジする、リベンジパート2。このポイントを入れる場所って定番があるんですか？僕はここら辺だと思うんですよね、この前髪、こめかみ周りってですね、前髪の横、うん、サイドにかけて、うん、からもみあげにかけてと、うん、このところから本当に自分が入れたいところにこいつ入れるんですけど、うん、耳周りに入れたりとか、うん、こっちには一切入れない、この右半分目、半面に入れたりとか、おなんかやっぱ何どこでもいいよって言われるのが一番難しいかな。あ、そうですね、うん、そしたら多分その美容師のこだわりになってくると思うんですけど、うん、自分でやってみて、どれがかっこいいかなってことでいい、これ今完全に僕がかっこいいと思ったところに入れてます、うんうん、伝わるかなと思います。何色かやってもいいですか？あ、全然あれですよ、カラフルヘア、キャリーパミュパミュさんとかよくやってますよね。パミュパミュさん、パミュパミュさんドラえもんみたいな、どこでもドアみたいな、言えないですよ、キャリーパミュパミュさん、パミュパミュ確かに、おいいですね、こんな感じで色付け、うん、あ、大丈夫、動画にもちょっと伝わってるね、今ちゃんと入りました、黒だとなかなか、ね、見づらい、そう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 なんですけど、うん、これも全然見えますか、おおって、自画自賛、ちょっと着せてほしいな、うっすら青欲しいな、青が好きなんですか、色は、僕青大好きです、ほら青、本当だ、普通ね、青なんで青が好き、海が好きだからです、あーなるほど、青は悲しいイメージもあるじゃないですか、要は落ちる色、ああまあね、レイニーブルーとかもいいし、でも落ち着いた人っていう印象もありますよね、僕は真っ白も青い海、うん、青い空、うん、青いスーパーみたいな、うん、青い空じゃない、行った自分気持ち悪いわ、ダサいっすね、今ダサいっすね、今のはヘイカット出してるやめてちょっとところどころでダサい部分出していかないと完璧人だと思われたら困るじゃないですか、あ確かに、ある程度落としとかないとコメント欄でもあるからな、スーパーなんかつまらんみたいな逆につまらんみたいな完璧すぎてつまらんって、そうそう、人間なしは大事ですよ、めっちゃいい、いい感じ、めっちゃいい、青色好きだからめっちゃいいですよ、あこれハロクサネームだスカルプ D ってカメラ通します、言ってます、はい、じゃあ次ですね、さっき青だったんで、そうそう、こっち青なんで、今ちょうど青ですね、ここら辺に赤系統の色を入れたらどうかなって、お青と赤、青と赤で贅沢仕様ですね、僕もやったことないですよ、おお、いいですね、ちょっとどうぞ、もうかっこよくなるんだったらじゃあな、この耳周り、あんまり乗らない、あら、あるある、思ってたのと違う、色は赤の色は違う、思ってた赤の色と違う、ね、発色の仕方が、発色の仕方が、うん、明るい、あ、濃い、本当は、あ、なんかね、なんて言うんだろうこれ、なんて言うんだろうこれココアみたいな甘いココア、なんて言うんだろうな、もう赤茶色に、赤茶色、朱色に近いって言ってるんだ、馴染みが悪い非常に馴染みが悪い、あやらなければよかったってやつだな言っちゃった、でもここから修正するのがスーパーさんこういう逆境でも勝てます、いやいやいや釣り生活ボロクソでしたユッシーさんに散々言われたけど、うん、覆しきれなかったっていう、うん、無理やん、そう、もう無理やん、あれでだいぶイメージ変わりましたけど、ツーバーそんなもんかそんなもんだよって、一般人ですからね、そう、今からですよね、伸びしろあるよっていう、逆に、そうそう、伸びしろしかないから、うん、まだ始めたばっかですからね、そうじゃん、まだ始めたっていうか、ステージ的に、そうそう、もう今から伸びていくしかない、うん、赤はやめましょう、やめる、キャンセル聞くんですか、いや、キャンセルボタンする。このままで。このままで。あ、これ以上ひどくならないようにっていうんです、ね。これ以上ならないように。
じゃあ最後スプレー入りましょうね。おお、これでもう最終最終工程ですね。最終スプレーは何のためにやるんですか。これ今までワックスとかでやると、うん、作ってきた形はやっぱどうしても崩れやすいんで、ある程度のこのホールド力はあるんですけど、スプレーでさらに固めようと、で多少の湿気とか、まあ、水分にも勝てるよっていう。おー、なるほど。ワックスだけではどうしてもこのキープしてる時間が短いんですよ、すぐへたってくるんで、はい、これをもっと固めて、なるべく一日中この手入れなしで持たせようってことで、スプレーみんな大好き VO5、VO5 ね。そうですか。でこれを、はい、まあ普通にこうスプレーしてもいいんですけど、僕はこれね手に溜めます。手に溜めて水滴を止めて、今まで作ってきた形を崩さないようにこれで固めていきます。これは何が違うんですか、振りかけるバージョン。なんか中まで行き渡らないんじゃないかなっていう。で結局スプレーってワックスよりもホールド力があるんで、これがワックス代わりにもなるんですよ。ああ、はい、なので馴染ませやすいっていうのとっても、今やったことをまた同じように、はい、繰り返すみたいな、整える、修正というかおさらいみたいな感じでやっていくと固め切れるし、毛束とかが作りやすくなってくるんで、これで何回かに分けて、もちろん最後にシューって軽く紙全体にやりますけど、こんな感じでこう液になるんで、根元にスプレーをやつけてみよう。紙に若干の重量感を感じますね。そうそう、ちょっと重たくなるんですよ、普段からやらないから。ああ、そしたらちょっと敏感かもしれないですね。なんか自信というか紙セットしてるぜって感じがある変なシーンみたいな。これでわーわー、ここ完璧だろうな。惜しい、ここ触ってないから、ね、今日ここ触ってないからね。カメラない場所、カメラない場所、触りようがないからな。あー、これ光のあたりから見るとこの赤もいい感じに、大人びいた感じで色々出てますね。これは普段の浜さん印象が違うんじゃないかな。お、新鮮、新鮮なるんじゃないかな。浜風卒業できますからね。そう言われてるんですか、マグロさんに。ハマカスって言われてる。ハマカスで、最後この、じゃあ次試しに、じゃあスプレーやるとき単純にこうシューってやったら毛先について、これも重い、さっきと重みなのでベタって落ちちゃうんで、できれば形崩さないようにつまんで中に、イメージ的にはこの毛先の中間から根元にかけるようなイメージでやると使って、でちょっと置いてあげると、立つんですけど、この束が見えてないと思うんですけど、かけた場所が固まって、この束がまた立つんですよ。乾くのを待つかもしれない。乾くのを待つ、はい、10秒ぐらいであれば乾くんで、乾くでこのホールドするんで、スプレーして固めて離してあげて。かなり詳しい説明じゃん、この動画。結構やってたんで、やってたし、やってみたかったんで、まあ、人それぞれカメラセットの仕方あると思うんですけど、ツーバー流。そう、僕流ですね。前髪とか当てる時とかも、ちょっと顔隠してあげて、つけて、触って立たせてあげて。うん、時々入るの伏せたんまいは意味あるんですね。これ手のベタベタベタつきが気になるっていう伏せを作るわ僕らもベタつき気にしてるからまあこれ
一緒の髪型やってるんで、この微調整できるんですけど、うん、自分の時も大概こんな感じなので、うん、自分がやってる時も、はい、僕自身でやってる時も、うん、一発外はみ出ればよかったな。一発外はね、専門用語ワンポイントだけこうアクセント入れるんですよ、外はね。それね、寝癖、お前可愛いなみたいな。いやいや、ちょっとなんか、セクシーなワンポイントっていうか。そんなのツッコミ待ちみたいな。いやいや、ツッコミ待ちじゃないですよ。あー、ここ問題、本当に、ここ、惜しい。ここなしだともう完璧です。おー、角度だ。あ、いい感じの人ってなるんですけど、ここがな、ここがないんですよ、ほら。ないですね。ここがトラガリになっちゃってて、全部向こうに流してるんですけど、ね、ここもいい感じで前の方に持っていって、襟足はふわっと浮かせて、こうね浮かせて束作って、毛先の方で、でバックからフェイドにかけてはこう耳元に流してあげて、でこのフロントの上の部分もこう真ん中に集めるような感じでやって、でワンポイント前髪青入れて、もみあげにもちょっと流しながら青入れて、この角度がかっこいいな。じゃあ基本この角度で歩いていけばそうですね、最後は法的な壁沿いを歩くっていうこれで完成でございます。はい、ほらこの青ね、これワンポイントですよ、これ、うん、若干こっち茶色入れたんですけど、ちょっとカメラでは伝わらんな、うん、こんな感じで、はい、なんとかカバーしたんじゃないかなこういうここのフォルムいいんだけどな本当にこっちがこっちは髪伸びてからまたやろうかな。じゃあこれ写真撮って Twitter のアイコンにします。ありがとうございます。あ、どうしよう、今日一切笑いないですいやいやいや、いいですよ。ハウツーどうですか、お許しください。これをそうですね、これを参考にしてほしいっていう、できればいいんじゃないかな。ツーバーリュー、紙セットですね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。